どうも、隙間しかないです。今回はガイドブックには載っていないかもしれない少しマイナーなポーランドの街、クオスコからお届けします。クオスコへはブロツワフから地方鉄道を使っていくことができます。チェコ国境の向こう側、リフコフ行きの電車です。この日は午前中に用事があったので、午後1時の電車を選びました。電車で約1時間半、南にだいたい100キロ、クオスコという町に着きました。駅自体はちょっと古い感じであまり綺麗ではなかったんですが、町自体はすごくいい感じです。これポーランドの町の中でもかなり綺麗な方に入ると思います。クオスコには駅が2つあって、1つはクオスコグーブネ、これはメインステーションで、もう1つはクオスコミアスト、これはだいたい町の中心部にある駅です。で今回は町の方の駅で降りました。今日は要塞を見にこの町に来たので、町自体がどうなってるのかっていうのはあまり調べてなかったんですが、実際来てみると歴史的価値のある建物がずらーっと並んでいて、ポーランドの有名な大都市、観光客がいっぱい来るような都市にも劣らない感じです。この町を流れている川はニサです。だいたいポーランドの町は大きく分けてこの川が流れてるとかこの川が流れてるとかで分けられるんですが、ニサが流れてる町は初めて見ました。綺麗な教会があるので入ってみます。でもし両替が必要になったらこの教会の隣に、両替所が3つくらいあるので寄ってみてください。金が使われた綺麗な祭壇がありました。でこの教会は言い伝えによると、これは定かではないんですが、1270年に、建設が始まったようです。この青いサイン見えますか？これ3メートル、高さ3メートルくらいのところに青いサインがあるんですけど、1997年にポーランドで大洪水が起こって、ここではあそこまで水が来たみたいです。旧市街に来ました。クオスコの旧市街は地形にしても建築にしても色合いにしてもなんとなくリトアニアのビリニュスを思わせます。ビリニュスはもちろんポーランドではなくてリトアニアの街ですが、そもそもビリニュスっていうのはポーランドの土地だったこともあって、ポーランドらしさをポーランド国内の街よりもよく残しています。これがクオスコの市庁舎です。本当にすごい建物で気に入りました。スコットランドみたいですね。ブロツワフにもすごい綺麗な市庁舎が、旧市庁舎があって、お気に入りの建物なんですが、こっちの方が個人的にはすごいかなと思います。の中にあるレストランのテラス席で食べます。すっごいいい場所です。ポーランド料理ではありませんが家庭的な味で美味しかったです。で値段が 17.50 ゾロティからだいたい510円くらいかな。でポーランドの感覚で言ったら高いなと思ったんですけど、実際日本円に換算してみると結構安いかなと思いました。ただやっぱりポーランドでこのレベルの料理だったら、普通のレストランだったら、観光地じゃなかったら、300円ちょいで食べれるかなと思います。
今のが聖母マリア飛翔天教会で、多分クォーツ湖の中では要塞を除けば一番スケールの大きい建物なんじゃないかなと思います。でこの教会は12世紀に作られ始めて、今の形になったのは14世紀のことです。かなり古い教会で、クォーツ湖にある教会の中では最も古いらしいです。全体的にクォーツ湖には歴史と風格を兼ね備えた素敵な建物が多くて気に入りました。もう要塞が見えるエリアまで来てます。でこの建物を一瞬また新しい何かの建築物かと思ったんですが、よく見たら市庁舎でした。この角度から見ると全然違います。さてさて、要塞の上の方まで来ました。ここまで来ると結構高さがあるので、街のパノラマを楽しめます。ここから先はほぼ何もなくて、ここから行くとチケット売り場があって、その先はチケット買わないと進めません。で今回はあまり時間がないのと、あとチケット買うとガイド付きの観光になるので取りにくいなと思って、今回は中に入らないことにしました。でも今度来るかもしれません。でチケット買わなくてももうちょっと下の方にお土産売り場があるので、お土産が欲しかったら買えます。観光が終わってアイスも食べて駅に向かってます。でブロツァフを出たのが1時過ぎ、午後1時過ぎで、今午後6時過ぎです。で実際に要塞とか他のところも全部見ようと思ったら、多分こっち来たのが3時前だから3時間じゃ絶対足りないです。大体5時間くらい見といたら、その焦ることなく全部見れるんじゃないかなと思います。小さい町ですが、それだけ見どころのある場所です。クォーツ湖は街が綺麗なだけじゃなくて、街の周りにいろいろ探検用の散策路みたいのがいっぱいあるみたいなので、もしアウトドア派の人たちがいれば、日帰りじゃなくて1泊2日でクォーツ湖に来て、で泊まってゆっくり、ね、観光とあとアウトドア楽しんでいたらいいんじゃないかなと思います。午後7時前の電車でブロツワフに帰りました。ブロツワフに到着したのは9時前です。今映っているのは電車が通るルート上にあるバルドシノースケという町です。この町のことは知らなかったのですが、すごく綺麗な感じなので今度行ってみたいと思います。これでクォーツ湖の旅行記は終わりです。ご視聴ありがとうございました。